さあ、今回はですね、はい、埼玉県川口市に来ております。はい、今日はなぜこのインターンの番組に。ですね、はい、来週からそのルームというドラマが放送するんですけど、うん、はいはいはい、僕はそのクレーム処理をするサラリーマンを演じていて、お、まあ、現実逃避をしているんですけど、はい、今も現実逃避をしています。ん、完全に番宣じゃない君たち。いやいやいや、200ミリか200ミリか。8月27日からスタートするルーム史上最悪の一期一会。リゾートホテルにやってきた訳ありの男たちが繰り広げる2泊3日のコメディーサスペンス、ハラハラドキドキの群像劇です。このドラマに出演する瀬戸俊樹とミルクの吉田仁人がインターンに挑戦。今回のインターンさせていただくところは、はい、寿司銚子丸でございますよ。はい、ねえ、お二人は銚子丸は知ってますか？もちろんです。この人ずっと朝から、はい、今日寿司食べれるんでしょってずっと言ってるんですよ。何回も聞いてました僕も。しっかり学んでね、学んで食べたいなって。そう、ちゃんと学んでくださいよ、はい、じゃあそれでは早速行きましょう。はい、ね、もう暑いのでね、暑い、スーツがもう冬用です。いや、ちょっとやばいな。気になる会社でお仕事体験、御社でインターンよろしいでしょうか？今回インターンさせていただくのは株式会社銚子丸。本格的な江戸前寿司をお手頃価格で味わえる人気のグルメ寿司チェーン寿司銚子丸をはじめ、首都圏を中心におよそ90店舗を展開。数々のランキングで顧客満足度1位を獲得している絶好調企業です。あー、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 お待ちしておりました。寿司銚子丸エリアマネージャーの笹川と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。銚子丸さんはそのどういったチェーン店なんですかね？はい、弊社はですね、お客様に真心を提供し感謝を喜びをいただくという経営理念のもと、新鮮なお寿司の提供を追求したグルメ回転寿司となっております。ちょっとね、真心は通じております。はい、はい、いつも真心だなと思って、ね、すでに。それではどうぞ。まずはそんな銚子丸の店内を笹川さんに案内してもらうことに。そう、これもうお店入ってすぐカウンターがあるんですね。そうですね、あの、はい、もう入ってすぐにこうカウンターがあって、はい、でこちらの方にも板前が立つ付け場が2箇所ありましてですね、まあ、もうここでお客様からご注文いただいて、はい、握りたてを作って、まあ、カウンターで直接お届けしてという形で。なるほど。銚子丸の特徴の一つがこのカウンター席。銚子丸が運営するほとんどのお店では高級感のあるカウンター席が備えられ、板前が目の前で握ったお寿司を味わうことができるんです。その他の各席では食べたいメニューをタブレットで注文、店内のキッチンですぐさま調理されます。銚子丸では仕込みから調理の大半を各店舗のキッチンで行っているので新鮮なお寿司が食べられるんです。そんな銚子丸自慢のお寿司をインターン生の2人もまずはいただいてみることに。うわー、すげー。劇団セットのゆうなぎでございます。ゆうなぎ、はい、ゆうなぎすごい、めちゃくちゃ美味しそう。これいただきます。うん、美味しい。もう食べていい？めちゃくちゃ美味しいよ。いきます。まあ新鮮はもちろんですけど、なんかもう新鮮を感じるよね。ありがとうございます。鮮魚はそうですね、あの基本的にうちの仕入れ家が、豊洲の方から、仕入れてですね、毎朝お店の方に入れさせていただいております。はい、じゃあ俺ちょっと銀だらいきますよ。はい、銀だらいただきます。めっちゃくちゃうまい。これちょっと2人はさ、はい、インターン頑張らないとね。そうですね、うん、楽しく、はい、あの
受けさせてもらいます。こちらこそ楽しくはあんたが言うんじゃないの。笹川さんが言う。すいません言っていただいて。御社でインターンよろしいでしょうかは各週土曜夜6時30分から BSTBS で放送中。配信は TVer で。